さんお疲れ様です。澤田です。もうちょっとキビキビ喋ろうかな。でもキビキビになるとなんかね、なんか違うスイッチが入って、皆さんお疲れ様です、澤田です、みたいになっちゃうから、なんかどっから出てきたそのキャラみたいになっちゃうんです。なので演奏会の時に、まあ、MC はこのままやな、 MC はこのままなんですけど、鍵穴読む時に、なんかわかります、コンサートとか、まあ、イベントでも何でもあると思うんですけど、開演、まあ、その催しが始まる少し前に、ホール内での、まあ、注意とか、あとは、まあ、ちょっと携帯電話マナーにしてますかみたいなやつ言うやつあるじゃないですか。でそのカンタービレのコンサートの時にも、本日はご来場ありがとうございますっていうものを読むんですよ。でその時もいつもなんかちょっとこのままで行くのもちょっとちゃうじゃないですか。本日はご来場いただきましてありがとうございますなんて言えないから、本日はご来場くださいまして誠にありがとうございますみたいな感じで言っちゃうからキャラちゃうやんっていつも言われるんですけど、まあでもちょっとなんかね、ほら電話来た時に、あ、はい、もしもしでちょっとこう上がる感じトーンが多分あれですで何の話でしたっけ、キビキビ始めるの無理やなっていう話でしたそうで今日は、まあ、ちょっと何弾こうかなってちょくちょく考えてて、まあ、この間はもう大好きな小袋さんの曲を弾かせてもらったんですけど、小袋本当に好きでね、っていうのも、まあ、自分からハマったんじゃなくて、お兄ちゃんの卒業式で桜が流れてたんですね、オープニングで、チャーニャーニャーナーナーナーで、ううで入ってくるところでパーンってこうドアが開いてこう入場するみたいな、なんて素敵なシチュエーションやと思って、私行ってないんですね、その卒業式には親から聞いた話なんですけどこんな感じでこの曲使われてたよっていう話を聞いた時に、家で、まあ、その時当時私が2年生とか小学校2年生とかで、どんな曲やろうと思って聞いたら、すっごい小学生の私でもなんかきちんと、まあ、その全部のこう本質は多分見抜けてないけど、言葉を理解していい曲だっていい曲だはちょっとアホっぽいけど、まあいい曲だってなったんですよ。多分そこからもう気づけば、多分親も好きでお兄ちゃんも多分聞いてた気がする。だから私がいつからハマったっていうのはちょっと難しいところなんですけど、もう小袋の全集みたいな楽譜も持ってて、でそれでこの間弾いてたんですけど、好きなんですよねなんか今の曲ももちろん大好きなんですけど、なんちゅうの、自分が平成の時え、みんなそうか、でも自分のその学生時代とかに聴いてた曲はやっぱ今でもずっと大好きじゃないですか。なので新しく出る曲でもちろんすごく好きな曲はたくさんあるけど、なんか弾きたいなとか、こう YouTube で載せようとか思う曲って大体親世代が好きなやつ、もしくは私が高校生ぐらいまでめちゃくちゃ好きやったやつが多いなっていうイメージがありますなのでちょっと小袋さんは私他にもめちゃくちゃ好きな曲たくさんあるので、まあまあ弾いていこうかなとは思うんですけれども、今日の本題はそちらじゃなくてですね今日は9月にちょっとお知らせしたいコンサートっていうか演奏会のイベントが一つ増えたので、まあ、ちょっとこれを機に9月10月の演奏会をもう一回サラサラサラっとお知らせしたいなっていうのと、まあこの間のトーク配信以来ですか、喋るのほんまかいや違う気がしてきた、でもそうかななのでちょっとそろそろ喋りたいなーっていうあれで、今日はトーク会にしましたので、演奏会のお知らせと、まあ、その他私がちょっと喋りたいこと多分思いつくことあると思うので今からその回にしようかなと思っております。ではまず、9月の演奏会、10月の演奏会から、お知らせさせてください。いきます。はい、じゃあ一つ目です一つ目はこちらです。じゃん、これは前に多分一度お話しさせてもらったことはあるんですけれども、お日にちも近づいてきましたのでもう一度、寄せてください。
宝塚アカデミー音楽団第18回定期演奏会ということで、まあ、ちょっといろいろとご縁がありまして、この宝塚アカデミー音楽団さんにお邪魔させていただいて、定期演奏会で少しこう一緒に弾かせてもらいます。まあ、こう少しって言いましたが、こう第1部から第3部までありまして、私がもうずっとベーって出っ張り出っ張り出ずっぱりで、まあずーっと乗ってるわけじゃないんですけれども、まあ他の曲もちょくちょく弾かせてもらうけど、特にこちらのカルミナブラーナという曲で一緒に弾かせてもらいます。やっぱりね、いいですよね、もう大人数大人数でのアンサンブルって。こうなんだろうな、まあ、ピアノって、まあ、孤独ってわけでもないしまあまあ一人でやることがまあ多いじゃないですか。まあ連弾とかアンサンブル、まあ、トリオとかクインテットとかカルテットとかあるけど、なんかな、もちろん全部大好きなんですよ、大好きやけど、こう来世吹奏楽とか、まあ、オーケストラでもいい、あのなんか音楽がこう大きなこううねりを持ってこうまとまる感じのあの要素の一部でありたいいや、わかるかな、ね、いいなって思いましたなんかもうこう音楽の圧というか波というか、もうすごくもうビシビシバシバシに感じまして、こう自分が弾いてる時ももちろんやけど、まあ、弾いてないオリバーの時とか見てて、いいなぁいいなぁいいなぁっていう、この羨ましげなこの眼差しをずっと向けてました、皆さんの方にでも本当に、とても素敵な楽団の皆様なので、ぜひぜひ、入場料も無料となっておりますので、9月8日の日曜日は、14時開演となっております。ぜひ、こちらの宝塚アカデミー音楽団さんの第18回定期演奏会にご来場くださいませ。場所、言い忘れてた、場所は兵庫県の伊丹市にあります通り伊丹ホールというところの、まあ、大ホールという大きいホールがあるんですけれども、そちらになりますので、まあ、特にこうなんかお申し込みが必要なわけではないので、ご来場いただける方はまたお時間よろしければぜひ、フラット立ち寄るだけでももちろん OK ですし、途中でちょっと時間になったから帰ろうかなとかでももちろん大丈夫なので、ご興味ありましたらぜひぜひこちらお越しくださいませ。じゃあ次2つ目に行きます。じゃあ次2つ目です。2つ目はこれはね、1年前ぐらいの、 あの YouTube をなんか私のこのこれを見てくださってる方はご存知だと思うんですけれども、兵庫県のその新神戸駅っていうあの新幹線が止まる駅があるんですけれども、そちらからこうロープウェイが出ててねでそのロープウェイに乗ると、神戸布吹ハーブ園っていうところに行けるんですよ。素敵でしょでそちらのハーブ園で今も多分一緒だと思うんですけど、毎週その水曜日にハーブ園の中にあるカフェ、まあ、ちょっと広いカフェがあって、そちらで、まあ、その生のこのピアノではないんですけれども、こうフルートだったりバイオリンだったりっていうその楽器の方と、まあ、その伴奏のそのピアノ等でなんかこう演奏する、まあ、ライブコンサートみたいな、その演奏を見ながらお食事、演奏を聴きながら何かこうお茶をするとか、まあ、ちょっとそういう時間がありまして、で今回おそらくもうこのチャンネルを見てくださっている方はもうさとみんさんといえばわかるとは思うんですけれども、私がもう本当にもうずっと前から、それこそこのコロナ禍になった何年前だ、もう5年前ぐらいの時に、まあ、ずっとそれぐらいお世話になってっている、まあ、フルートの、今田さとみさんという方がいらっしゃいまして、さとみさんと今回だからハーブ園で一緒にするのは3回目かな、間違ってたらごめんなさい、さとみさん3回目やとは思いますで、まあ、普段は、まあ、クラシックの曲を、まあ、ナムホールからいつもお届けさせてもらってたんですけれども、あとドラクエもやりましたねやったんですけど、ディズニー音楽もあり、ジブリ音楽もあり、ジャズもあり、もちろんクラシック音楽もあり、でドラクエもありっていう、結構その広いジャンルの曲を、まあ、来てくださっているお茶をしている楽しげな皆様と共に楽しい時間を過ごそうということで、いろんなジャンルの曲を扱いまして、
私たちも、おしゃべりを交えながら進めさせていただいているっていう、コンサートというかライブがあるんですよ。で、これまたちょっと調べていただいたらわかるかなとは、私がホームページの URL 載せときますね。あ、充電器入れちゃった。真っ黒になっちゃった。そう、ザ・ベランダライブっていうところが、っていうその名前でコンサートがあるので、日時は9月の11日の水曜日です。で、13時から14時から15時からとそれぞれ20分の演奏時間がありますので、まあ、よろしければもう全部3回とも一応そのプログラムは1部2部3部とも別々のプログラムで組んでますので、まあ、全部聞いてくださってる方はもちろん嬉しいですし、なんか最後のやつだけ言ったら間に合いそうだなという方も、よろしければ第3部から来てくださるっていう形でももちろん OK なので、ご都合よろしければ、まあ、ぜひぜひ今の時期とかすごく、まあ、暑いけどなんだろう、私的に山とか空とかそれこそ海がこうロープウェイで上がるんでね、海が見えるんですよ遠くの方に、っていうそのコントラストが一番素晴らしいな、こう色合い的にもはっきりしてるし、そういうのが一番素晴らしいのはこの季節やと思うんですなんか全部がはっきりくっきり見える感じ、かっこ天気のいい日はだから暑いけどそれ以上にもうなんかもうね、これその、私が自然がめちゃくちゃ好きやからかもわかんないけど、もう足の底から、あともう全何表皮からもう体の全細胞からか、全細胞からもうなんかエネルギーをこうグーッと吸収できると思いますのでまあもちろん演奏も聴いていただきたいんですけれども、そういう自然のお花もたくさんありますもちろんそしてちょっと別ルートにはなるけど滝もあるんですよ。布引きの滝って言ったらわかると思うんですけれども、あるのでもうリフレッシュデイとしてもしこのネットご都合よろしければ来ていただければ嬉しいなと思いますので、9月11日の水曜日はぜひ、兵庫は新神戸にあります神戸布引きハーブ園にお越しくださると嬉しいです。ということで最後かな、10月のコンサート一つだけ、お知らせして、とりあえずコンサートのお知らせは締めくくろうと思います。では次3つ目です。はい、じゃあ3つ目ですこれは絶対何回も言ってます元町ミュージックウィークコンサートシリーズボリューム1ということで、こちらの、久保田香織さんと一緒に、10月5日の土曜日、時間は12時半開演となっております。で、場所は私が働いているとっても大好きな職場ベースオントップ神戸元町店3階にございます神戸 BOT ホールというところで、香織さんと一緒に、大体60分ぐらいかなのプログラムを、一緒にさせてもらいます。で、香織さんとの、デュオはもちろんなんですけれども、私もどれくらいかな、10分から15分ぐらいは久しぶりに久しぶりにというか、まあ、弾いてるけど久しぶりかな最近はアンサンブルが多かったんでねじゃあそろそろソロもやらんといけんなと思いまして、ピアノソロの曲も、お届けするつもりです。で、今回はちょっとフランス語で書かせてもらったんですけれども、まあ、歌とか、まあ、踊りっていうところにまあちょっとこうスポット当てまして、まあ、その民族的な舞曲だったり、ちょっとシャンソン的なメロディーがあったり、まあ、そしてこそ山田耕作さんのこの道っていう曲は皆様おそらくご存知だとは思うんですけれども、なんかこの道はいつかに波地がってやつちゃんと歌わで怒られちゃうまあでもそのこの曲を、まあその主題とせる変奏曲ということで、この変奏曲も私多分今まで何回も言ってるかもわかんないけど、一つのねこうメロディー、キラキラ星の変奏曲とかね、まあメロディーがあって、そのメロディーを使って、まあ、ちょっとこう悲しげな感じになったり、すごくこう前向きで、こうすごい推進力がパワーアップしたものになったり、表紙がちょっと変わったり、んちゃっちゃんちゃっちゃって感じになったりみたいな、すごくいろんな、私が100面相してるみたいなわかるかなまあその同じ題材やけどすごくいろんな見せ方が見える曲があったりとか、まあそういう感じでございます。
あ、皆様ご存知なでだったらくるみ割り人形のじゃんちゃかちゃじゃん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 、あれバレエ音楽なんですけれどもね、そういうまあ、モチーフの曲をたくさんたくさん取り揃えて、まあ、私と香里さんの2人で楽しく、まあ、クラシック音楽普段聴かないな、ちょっとあんまりちょっと敷居高いなっていう方はもしかしたらいらっしゃるかもわからないので、もうなんか気軽に楽しくこうリラックスしながら、進めていけるコンサートになればいいなと思っておりますので、ぜひぜひご都合よろしければこちらも、10月5日のお昼は、まあ、観光も兼ねてね、神戸元町って言ったらすごく、ま、海もあるし、雑貨屋さんも可愛い雑貨屋さんいっぱいあるし、おすすめのパン屋さんなんかいっぱいあるし、ラーメン屋さんもいっぱいあるし、瀬古さんの南京町もございますし、で元町ってことは神戸にも行けるし、三宮っていうところにも行けるので観光もたくさんできると思います。ぜひ、来てくださると嬉しいです。でこちらの詳細と申し込み先は、こちらはいつも通り概要欄に貼ってますので、こちらもぜひぜひお越しくださると嬉しいです。ということで、9月の8日は、土曜日かな、土曜日曜日だよ9月8日の日曜日は、14時から、伊丹市にあります通り伊丹ホールというところで、こちらの宝塚アカデミー音楽団さんの第18回定期演奏会、そして9月11日の水曜日は神戸布引きの、ハーブ園にございますカフェで、ザ・ベランダコライブ、うん、ということで、フルートのさとみんさんと一緒に各20分間の公演が3回、やらせていただきますので、そちらにもぜひぜひ。そして10月5日の土曜日のお昼は同じく神戸の、元町にありますビオティホールにお越しくださいませ。それぞれね、なんやろ、雰囲気も、演奏する曲目も全然違いますので、もう3回ともコンプリートしてくださってももちろん大歓迎でございますきっとお楽しみいただけるかなと思いますので、3回ともぜひぜひ、ご来場くださいませ。皆様の、ご来場心よりお待ち申し上げております。ぜひぜひ各会場でお会いしましょう。ということで、最後ちょっとなんか喋って終わろうかなと思いますので、コンサートの宣伝は一旦ここで締め切ります。締め切り、締めくくりますでは次、はーい、ということでコンサートの宣伝でした。でですよいや何喋ろうって感じですけど、そう、前回椅子がガタガタしてる、よいこしょ、前回の概要欄でこうちょこっと書いたんですけれども、来月ちょっと人間ドックに行こうかなと思ってて、っていうのもなんか何やろ、概要欄を書いてすごく心配してくださる方がたくさんいらっしゃって、めちゃくちゃすこぶる体調が悪いとかそういうのでもないんです。ただほらほら、学生の間はまあ学校のそんなめちゃくちゃ詳しく見てもらえるわけじゃないけど、まあ、健康診断ってあったじゃないですか。だからまあまあ全然良かったんですけど、もう卒業して3年目ってなると、でフリーランスやし、その会社に まあ会社にかこう所属してるわけじゃないから、何やろ、健康診断の場がないんです。で自分のその健康状態がどんな感じなんかっていうのも見る場がなくて、いつか行かなあかんな、どうしようかなっていうのを、まあ、ずっと思ってて、そしたら何の時かな、献血かな、私ね献血やってみたくてずっとっていうのも、その200ミリとか400ミリとかまあまああるじゃないですか。で200ミリするにしても400ミリするにしても、血液多分見てもらえる、あんまりちょっと詳しく分かってないけど、だから簡単にその献血で送ったら、ちょっとなんか数値まで見てくれるのかな、わかんないけど、なんかある程度こう軽く見てもらえるじゃないですか。でなんか届くじゃないですか、ハガキかなんかであれでとりあえず知ったらいいかと思って、何気ない気持ちで2年前ぐらいから行ってるんですよ、場所に、その献血してる場所にそしたらまあ、問診とかその血液の状態とか見るじゃないですか。
そしたら今までね多分ね 5,6 回チャレンジしてるんですけど、鉄とね、だったかな、ヘモグロビンの量だかな、もう全然足らんくてもうびっくりして、もう献血までできてないんですよ一回もでもなんかさすがになんかそんなになんか多分なんかその貧血っぽいんですよね多分ね。でもそういう自覚がなかったからなんでできひんのかなと思ってて、でもなんかその貧血あるあるみたいな、まあ、なんかちょっとこういう症状が出やすい、鉄分が足りてなかったらこういう感じになりやすいっていうのは結構これってやから、まあ、ちょっと頭痛いんやとか、まあ、ちょっとなんかちょっとぼーっとするときあんねやとか、割とこう納得いって自分の中で、まあ、そういうことか、やっぱなんかちょっとでも何かこう自分の中の体内バランスみたいなのが崩れてたらまた違うところに影響出るんやなっていうのは当たり前で当たり前なんですけど、なんか今更ながらちょっと気づきましてで結構その昔からやろ、まあ、ちょっと偏頭痛があるとか、やたら肩だけ凝るとか、で多分肩こりが頭痛いってるのかなと思ってたけど、多分貧血も関係あんねやろなとかってなってたら、多分ちょっと気になるところがなんかそんなめちゃくちゃ悪いわけじゃないけどちょくちょくあるんですよ、まあ、全身くまなくなんでなんかその病気とかそういう怪我とか、まあ、何でもいいんですけど、なんやろな、原因が分からずにちょっとしんどいとか、原因が分からずになんかちょっと痛いとか、でそういうのめっちゃ苦手で、私なんか同じ痛いとか同じしんどいとかやったらなんか自分が今こういう状態にあるからしんどいんやとか、今こうなってるから、まあちょっと何炎症起こしてるから痛いんや、骨折れてるから痛いんや、痛いとかで済まへんけど折れてたらでもなんかそういうのがはっきりしておかないと、ちょっとなんかちょっとモヤモヤして余計なんか痛くなったりちょっとしんどいかもって思っちゃうから、そろそろね20代ももう半ばを過ぎてしまったので、ちょっと高かったけど、でも一回ね見てもらった方が何かあっても安心安全なので、これを機に見てもらおうかなということで人間学に申し込んでみました。もうめちゃくちゃ学ぶるです。一人で行くのも学ぶるやしまあでも何事もなかったらいいなと思いますし、まあ何かあってもね、今のタイミングで気づけたらいいなと思いまして、申し込んだ次第でございますので、なんか今すこぶる最高に体調が悪いとか、もうなんかちょっとこの間ちょっと土日休んじゃったけどどうしても起き上がれないとか、ちょっとしんどくてなんかこの喋るのも弾くのもしんどいって感じじゃないので、なんか変に心配かけちゃったなと思いましてちょっと喋っとかなと思っちゃってなので本当にご心配かけてすいません。ただ心配してくださってるのは本当に嬉しかったしありがたいなと思いました。本当に心強くつつもあれでございますまあそうですね、なんちゅうか、いつまでも20代前半の若い感じでおったらダメやなとは最近つくづく思ってますので、睡眠時間にしろ、なんちゅうの、食生活にしろ、生活リズムにしろなんか大切にしていこうかなと思っておりますので、皆さんもぜひ、健康もお気をつけください。じゃあ最後、最近あった話だけして終わります。じゃあ最後演奏会、まあ、ドラクエのね演奏会をさせてもらって、でその時に、まあ、ビアンカ、足立ゆかりちゃんがビアンカをして、私がちょっとフローラ風のドレスを着させてもらって、まあ、それでやってたんですけれども、まあ、そちらの様子っていうか当日の演奏もちょっとちょくちょくそろそろ載せていただきたいなと思っておりまして、でそれより先に、まあ、当日もあまりにも私たちがちょっとハッスルしさって、もうね、長尺になりすぎる事件が起きてしまったので、泣く泣くアンコールを割愛しましたので、そちらの、なんやろ、予定してたそのアンコールを別撮りしようっていうことで、後日、ね、演奏会の後日、まあ、言うたら私からしたら数日前とかなんですけど、撮ったんですよ、ゆかりちゃんと一緒に。同じ会場で同じ、衣装を着て、ただそのゆかりちゃんは、あの時は何の限定金髪やったからちょっとだけちょっと暗めにちょっと落ち着いてはいたけど髪の毛でも、そのビアンカとフローラになってもう一回、アンコールを取りましたので、
そのアンコールの動画は、まあ、先にその演奏会デザインカンタービレの方で、一足先に、配信というか投稿はしたんですけれども、このダンジョンは次の水曜日に投稿しようかなと思っております。でこちらはもうね、あのカンタービレの方を見てくださっている方も多いかなとは思うので、もう先に言っちゃいますが、ドラゴンクエスト、4より、連弾で戦闘を弾かせてもらいました。で、演奏会の中ではゆかりちゃんがプリモっていう、そのなんていうの、ピアノをこう2人で弾いてるんですけどね、低いパート、高音パートっていう感じで、で、ゆかりちゃんが演奏会の時は上、高い音の方、半分より上の鍵盤を使って弾いてくれてて、で私が半分より下の低いパートを、担当してたんですね。で、アンコールはせっかくなんで逆です。あの戦闘ってすごい、あのレベルじゃないわ、レベルも私たちにしたらもうこの曲絶対なんか大変やなって、オーケストラでやりたいとか言ってたけど、あのそうレベルも高いけど人気がある曲で、どうせやったら最後もうこの長編プログラムに挑んだフローラとビアンカで締めようって言って、私が高い方、ゆかりちゃんが下のパートで、締めくくらせていただきました。で、ライトの色もちょっとこだわったんですって話を聞いたんですけれども、もう今回はもうがっつり、戦闘の感じの赤、もう勇ましい感じのバーンっていうのを、つけて弾きましたので、せなカンタービレの方でもうすでに見てくださってる方はちょっとあれなんですけれども、まだ見てないぜって方は水曜日までぜひカンタービレの方見ないで楽しみに、していただけたら嬉しいなと思っております。で、戦闘とはまた別に昨日はその愛の旋律を弾かせてもらって、あれは、まあ、演奏会のその時も撮ってるんですけどね、もちろん、ただそのアングルがちょっと違くて、もうちょっとこう引きで撮ってるんですよ、演奏会当日。お客さんもほらいっぱい入ってくださってたので邪魔にならないところから撮ってたんですけれども、せっかくその中間近でしっかり撮ってくれはるんやったら、なんか一曲弾きたいなって思って、そのフローラの感じで、で照明もめっちゃいじれる、しかもフローラとして弾く、愛の旋律しかなくねってなってね、あの見てくださった方はもうご存知だと思うんですけれども、照明もあんな感じで、衣装もあんな感じで、まあフローラかっこ仮ということで結婚前夜のまあちょっとあのなんやろ、ただの夜ではなくて、いろんなこう思いを巡らせながら、いろんな感情も動きながら、いい雰囲気でしたねそう、こちらもまだ見てないよ、聞いてないよって方はぜひぜひ概要欄から見てくだされば嬉しいなと思いますので、ドラクエ5より昨日愛の旋律をお送りしました。水曜日は、アンコールとしてお届け予定だったドラクエ4より、戦闘を、お届けしますので、次の水曜日もぜひぜひ、楽しみに待っていただけたら嬉しいなと思います。台風がね、あの関西の皆様、あと四国とかもかな、こうね上がってきますが、火水どうなってるかちょっと分かんないんですけど、お気をつけくださいね、本当にね、私も気をつけますでは、いつもありがとうございます。次の水曜日は演奏動画になりますし、来週の土日もドラクエかな、 J-POP かな、って感じなんですけれども楽しみに、これからも、見ていただければ嬉しいです。では、多分長い時間になったかなと思いますが、演奏会の方も、こちらの YouTube の方もぜひぜひよろしくお願いします。で、私はその人間ドックには申し込んだけれども、一応元気は元気ですただちょっとなんかこれを機に、いけるんだったらもう最初から最後まで、最初から最後まで、何の最初からや、私のその0から100まで全部見てもらおうかなっていう感じで申し込んだので、心配は大丈夫です。でもありがとうございます。本当にいつもありがとうございます。では、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。